誰だ。見ない顔ね。これは困った困ったよ。どうしたの、そんなに困った顔しちゃって。わわわ、もしや救世主さん。悪くない響きだな。あんたは黙ってなさい。救世主さんじゃないの。救世主って一体何を助けてもらいたいんだ。私のことに決まってるの。は？私ってあなたは一体。わからないから困ってるの。記憶喪失ってことかしら。それだ、記憶喪失だ。名前は覚えてるかしら。アクワイアちゃん。アクワイアちゃん。アクワイアちゃん、それが私の名前。それではよろしくお願いしますね、アクワイアちゃんさん。よろしくね。なんか懐かれちゃったみたいじゃない。ねえ、どうすんのよ。そう言われても。困ってるんだから助けてあげようよ。お前ら相変わらずお人よしだな。だが少し気になるな、あの雰囲気、明らかに一般人じゃねえぞ。ああ、分かってる。くれぐれも慎重に、だろ。それじゃあ、名前以外は何も覚えてないの？思い出せないんだ。だったら、どうしてここに？ ACQ って書いてあったから、だから関係あるのかなって思って。 ACQ に、アクワイアちゃん？ってことは空白のセンターか。で、伝説の空白のセンターさんですか。何を空白のセンターって。 ACQ48 はですね、秋葉原明子さんがセンターを務めているんです。ですが一切メディアに顔出しをしないため、空白のセンターって呼ばれているんです。わわわ、私アイドルだったの。すごい、やった。やっぱり違う気がする。だけど可能性はあるのよね。だったらその可能性にかけてみましょう。ベルサイユ秋葉原の妄想の様子を見れば何か思い出すかもしれません。それじゃあ俺たちについてきてくれ。了解であります。何か思い出さないかしら。あ、変な扉発見。ちょっと、アクワイアちゃんさん妄想球に入っちゃいましたね。ってことは妄想者なのか、それとも妄想された存在か。もう考えるのは後よ。とりあえず追いかけましょう。上書きに気をつけろっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は3体っち、先制でも油断されてっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。いや、敵は4体っち、ボコボコにするっち。楽に行こう。やるだろ、頭だ。あんたがどうしたっち。やるだろ。敵は4対1、隙を突きまくれ。かかってこい。楽勝だ。やるだろ。楽勝だ。やるだろ。
敵がいる。敵は3対1。先制でも油断大敵っち。見とけよ。イマジンモード発動できるっち。敵がいる。敵は3対1。焦る必要はないっち。やるなら。あたしどうしたっち。やるなら。倒してないっち。扉を突き破るっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。この扉を進むっち。ここから来たのにっち。はっ。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。これでも楽勝。一体撃破する。やればできるっち。敵がいるっち。まだまだ。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。敵がいるっち。敵は3対1。先制でも油断大敵っち。やるだろ。楽勝。はっ。やるだろ。倒してないっち。はっ。て、敵がいるっち。どうするっち。扉を進む。敵がいる。敵は2対1。勝敗は決めるっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくね。敵がいるっち。どうするっち。扉を突き破るっち。いたわ。アクアイアちゃんさん、何か思い出せましたか。まだキャラソンは出してなかったことを思い出したの。キャラソン。タカノってやつの準備が悪くて歌いたいのに歌えてないんだよ。全部タカノが悪いんだ。もう遠藤社長に言いつけてやる。何を言ってるんだ。ここはハズレだってことだよ。空白のセンターではなかったみたいですね。彼女は何者なの。オイラは留守番でいいっち。妄想球に入るっち。オイラは留守番でいいっち。妄想球っち。
イントっち忘れずにしとけっち。敵を発見っち逃げる敵みたいのうっちラミズキようなやつらっち。あなた、確か…わわわわわ、こんにちは、アクアイアちゃんさん。この前はありがとう。どうしたんだ、こんな場所で。自分探しの旅なのだ。ってことは、思い出せてないのね。うん、そうなの。それにしても、派手な髪ね。まるでアニメの登場人物みたいよ。あ、アニメですと？そっか、アニメか。ねえ、中二の妄想宮に行ってみましょうよ。俺は知らねえぞ、俺の妄想じゃねえからな。実は忘れてましたとか言い出すんじゃないだろうな。だから知らねえって。私、アニメのキャラなのかな。だったらすごい楽しみ。ずいぶんとのんきね。レッツゴー、心に刺さりに行っちゃうよ。扉を進むっち、気をつけて進めっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。何を買うっち、足りないの補充しろっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにおた敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうする。
き破るっち、立っ、おいらセーブするっち、上書きに気をつけろっち。